こんにちは。日本改革党靴沢です。平立ウソキ様、ウソキサンサン様、ラムちゃん様、パンピーゼロ様、ミドリンニン様、キャンドルライト様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用に、させていただきたいと思います。河野太郎のですね、再エネ有識者会議資料に中国国営企業の電子透かしが入っていた事件を日経、産経、中日スポーツ、JP プレスなどが報道いたしました。ツイッターでは一夜明けた今日も河野太郎、大林美香がトレンド入りしております。この件をですね、河野一族は中共の犬と考えるに至った根拠として裁判所に提出するっていう私のツイートがですね、リツイート 1.1 万件、いいね 3.3 万件もらいました。裁判所にですね、提出するのに早速日経と産経の記事、印刷してですね、弁護士先生に渡す予定であります。テレビは完全スルーですかね。私はテレビないんで確認できないんですけどね。世論です。日経が報じるとは意外だ。ミスに見せかけた内部告発だろうな。有識者会議っていうか官僚がリークしたのかもしれない。あれって、思ってね。公開されてる資料だっつったって普通の人見に行かないもんね。関係者ぐらいしか。再エネ賦課金の元凶が、河野がやってる再エネ事業だわ。再エネ賦課金制度作ったのは孫正義と組んだ菅直人、当時二人でウッキウキでテレビに映ってたっけ。この企画計画の背後には中国企業がいるってことだからな。河野太郎はどのぐらいキックバックもらうんだろう。中国共産党の会社が作った資料で国策が左右されるとかとんでもない話だぞ。再エネ賦課金はどう見ても金が中国に流れるスキーム。再エネ賦課金って中国に献上する税金だったのか。再エネ賦課金は最終的にはほとんどが中国製の太陽光パネルに消えている。再エネ賦課金が年間6000円台からですね、いきなり1万6000円台に増税されて腹立ちましたけど、それのほぼ全部がですね、中国製太陽光パネルにバゲてるみたいなんですよね。制度を作ったのは菅直人と孫正義氏だが、これをいつまでも廃止せずにね、都合よく利用してんのが河野太郎と自民党、公明党と。ダメな制度ならやめりゃいい。なんだこれ、中国に金流れるばっかじゃねえかつってやめりゃいいのに、やめねえで利用してる。日本人の税金を中国企業に流してんだからね。普通の国だったら利的財じゃないの。利的財戦前はあったんですけど、戦後なくなっちゃったんですけど、利的財、利的財も何十年できないんだよ。作れよ自民党、公明党。売国度って言われてもやむないんじゃない、やむえないんじゃないの。河野太郎はせっせせっせと日本人の税金中国に流してんだからさ。こんなこと言ったり書いたりすると追加で訴訟されるかもしれないですけれども、透かし入り資料を提出した大林美香は国籍不明なんだそうですよ。全共闘の活動家だって、で国籍不明なんだって。孫正義が作った自然エネルギー財団事務局長、ソフトバンクが財団のスポンサーで理事にもね、ソフトバンクの人間がいるので事件の関与は確実で、まあ逃げられないとは思いますけれども、河野太郎が言う対策強化ってね、今後はバレないように注意するですよね。多分ね、中国との関与がバレないように、対策を強化するって意味だよね。北海道と九州で太陽光発電と風力発電が増えすぎて電力供給過剰、余ってる。要するに岸田政権、これらの余った電力を東京や大阪など電力消費地に送るための送電線を 1.8 兆円かけて増強すると発表。北海道から東京へは 3.5 倍の送電に耐えられるようにする。九州から本州へは3割ばかし増強する。3割多く送れるように送電線を補強する。岸田政権はどうしてもですね、
中国から太陽光パネル解体みたいですね、発電やめろってなぜ言えねん、世論です。岸田行かれてるよ。中国国営企業の透かしの件は、はいはい、中国受注と巨額リベート、これも中国企業に発注するんでしょ。ますますロシアにとって戦略価値がある地方になる、北海道はってことですか。送電ロスのことは考えないのか。これ送電ロスっていうのはですね、電線、電気通すとやっぱ微弱に温まるそうなんですよ。その抵抗ゼロじゃねえから、電気抵抗をちょっとだけありまして、それで電線が温まるエネルギーで電力が消費されてしまう。だから長い長い長い距離を送電するとですね、半分ぐらいに減っちゃう、ひどい場合にはもっと減るっていう送電ロスって言いますね。これは電線、長い距離を送るとその温まる電線の重さも相当なものになるじゃないですか。それを温めるエネルギーがロスしてしまう。東京湾に原発作れ、再エネの背景は中国利権、ウイグル奴隷にパネル作らせてんだろ、世界中は買うのやめたのに日本だけ買っている、まったよけいな、税金投入してね、財源は再エネ賦課金増税でしょうかね。脱炭素のためって言うんだったら中国の経済活動を妨害してですね、1割でも削れれば日本が出している全二酸化炭素の分を削減できるのに、日本の10倍以上出してるのがさ中国が、だから中国の経済活動を削ればいいんじゃない。そっちの方が効率的だし現実的でしょ。日本が出してる分半分減らすってだってすごい努力が必要なんだから、中国の経済活動を妨害した方が率いいよ、地球のためだよ。現在太陽光発電が国土に占める率は日本が世界1位なんですよ。知ってましたこれ。太陽光発電増えすぎて供給過剰ってね、北海道は今後人口が減っていく予測なんだから、余るの当たり前なんだよな。人口は減るのに太陽光パネルガン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 敷き詰めて、発電を抑制せずに遠いとこまで送ってでも消費して中国製太陽光パネルを買いたい、買い続けたいっていう強い意志を感じるんですよ、岸田には。事故じゃダメだおじさん、事故じゃダメだ。これ自然エネルギー財団について国民民主党の玉木代表も言ってました。日本の火力発電所、原子力発電所なくして、日本の産業を滅ぼす気がこの自然エネルギー財団ってとこはって言っておりました。国民民主党はですね、電力労連とか自動車労連とか、まあ電力労連はね、太陽光パネルで自分ら以外が発電するのは気に入らねえんだよね。わかります。太陽光パネル増えすぎてなんか余るほど発電しちゃって、自分ら売る分ねえじゃんみたいな、自分ら以外が発電するのダメじゃん。だって電力会社じゃなくても発電できるんでしょ。あと自動車ローレンとかは、自動車作るなんて電気すげえ食うんで、ものすごい使うんで安い方がいいんですよ。だから原発動かして電気代安くしてもらいたいんですよ。そういうとこに応援されている国民民主党の玉木代表は、火力や原発動かしてとにかく安定させてくれという立場なんで、太陽光パネルは気に入らないと思います。再エネ賦課金増税で5月からの電気料金が電力全社で値上がりする。1キロワットあたり 1.4 円だった賦課金が4月から 3.49 円に値上げになる。3倍近いですね、いきなり。河野一族の日本端子は笑いが止まりませんね、これね。世論です。賃上げさせといてすぐに回収かよ。実質賃金はずっとマイナスのままで消費に回す金ないわ。黒字すごいのに株主に還元しない東電。必要ないメガソーラーに搾取され中国に金が流れる。賃上げと電気料金値上げで中小企業が潰れる。河野太郎のせいでむちゃくちゃだよ。1.4 円を 3.49 円に3倍近くいきなり増税ね、これ。増税メガネって呼ばれたくなくて、岸田はね、賦課金は税金じゃありませんって言ってっけど、経産省がですね、適当に決めて、電気使えば問答無用で取られるんだから、
税金と一緒でしょうよ。増税メガネって呼ばれたくなくて、所得税や消費税には手つけてないんですけど、まだ少子化対策支援金とか森林環境税とか変な名前つけてやってることは間違いなく増税ですよ。事故のせいで生活どんどん苦しくなって、少子化どんどん進むし、外国人だらけになって、日本人の方が少数派になるよこれ。立憲民主党透かし入り資料を河野太郎有識者会議に提出した自然エネルギー財団事務局長で国籍不明の大林美香と西村幹事長が対談した記事を削除し逃亡を図る、世論です。知ってた、分かりやすすぎて草も生えない、これ大問題だろ。再エネを民主党時代に押しまくってたもんな。なぜ削除したのか。さすが中国共産党とも年頃の立憲共産党。資料作りなど実務は中国共産党員がやって、大林美香は単なる活動家兼プレゼンテーターなんだろうと。立憲が逃げにかかってるってことは、大林は切り捨てられたんですかね。再エネ賦課金作ったのは民主党菅直と、何の根回しもせずにいきなり二酸化炭素を 25% 削減しますなんて国連で大演説ぶったのが鳩山由紀夫。効果的にですね、日本を破壊する民主党の悪意が今効いているような気しますね、これね。そうだ、二酸化炭素を減らすように減らすようにすれば日本は弱っていくっていう悪意が効いてんな。今河野太郎や岸田を好き放題させたら10年ぐらい経った頃に大問題になって子孫が苦しむんだろうな。腹立たしいことですよね。1.8 兆円の送電線、増強だって、そんなね、本州と北海道そんなつないで将来人口半分なのにどうすんだって話なんですよね。どんどん電気使わない方向で、省エネ、家電とかさ、そういう風になってんのにさ、中国共産党、公的機関のパソコンでは Windows を禁止すると発表。これちょっと笑いました、私。できんのかって。世論です。セルフ鎖国化。いいぞ、どんどんやれ。Android も禁止か。窓がないって、まさに監獄国家やな。うまいこと言う。100度を使うようになるのか。100度っていうのが中国製の OS なのかな。インターネットも禁止にしようぜ。パクらないと何もできないくせにこんなことして大丈夫。こんなんで外資呼んで投資してくれとか、アホちゃうの。Linux 使うのかな、それとも。15年前ぐらいに Windows の偽物買って動かなくて、Windows に保証を求めた中国人いたよな。あはは、そんなやついたんだ。同時にインテルその他、米国製の半導体使ったパソコンを順次ですね、中国産に交換していくとも発表になっておりました。台湾有事になった時にですね、アメリカに情報を抜かれることを恐れてるんでしょうね。つまりこれは戦争準備。俺らもやってくから、きっと奴らもやるに違いないって、考えてんでしょう。情報を抜くことね。こういうのは心理学では投射って呼びますね。コピー品が使えなくて賠償要求した中国人いたのか。韓国政府はですね、盛大に公的機関で Windows のコピー品使ってバレたこともありましたよね。一つの円盤で何台もインストールしちゃって、韓国政府、我々は生まれながらに他人から盗む権利があるだとか、盗んだり殺したりは基本的人権の一部とか、中国人の倫理観はですね、日本人には到底理解できないものであります。ルックスは似ててもね、強制は全く不可能ですからね。その他のニュース、二階俊博元幹事長85歳、次の選挙に出ないと発表。派閥裏金の責任を明らかにするためとか言ってるようだが、年も年だし、元から引退する気だったんだねえの。これカッコつけてなんかカッコよくなっちゃってっけど、責任を取るんです。豊島区の高野区長は任期途中の85歳で亡くなりました。この人は今85歳か、もうあれなんじゃないのかな、潮時なんじゃないかな。当選13回だって、40年も議員だったんで、何にせよどんな組織でも新陳代謝は大事ですよ。自民党の情弱議員はどんどん優待してもらいたいですね。で分かってる議員に代われって、高市さんとか杉田さんとか小野田さんみたいに分かってる議員に代われって、取り代われ。分かんねえ議員は、大相撲春場所、武尊富士優勝、新入幕力士、つまりルーキーが優勝するのはなんと110年ぶり。優勲の他にですね、殊勲賞、敢闘賞、技能賞も独占して三冠王になりました。
大相撲って110年前もやってて当時の記録が残ってんのか、すごいなって思いました。製造に小林製薬から買った紅麹を使用していた紀文のイカの塩辛を全品自主回収すると発表。宝酒造の松竹梅美代や悪玉コレステロールを下げるに役立つ濃厚チーズせんべいも同様の理由で自主回収となる見込み。50社が影響を受け、50社がこの紅麹使って何やら作ってて、こっちにもあの影響、小林製薬他の企業に損害出しちゃって株下げましたね。評判悪いですね。今時ね、中国に工場を作るなんて言ってっから、あの基地がやってっからこういうことなんだよね。あのバジンなんだよね、バジ当たったんだよね。マスコミ各社小林製薬のことほとんど報道しない。重症の腎障害で十数人が入院するっていう歴史に残るレベルの害なのになんでなの。テレビはちらっとニュースで伝えるが、他の不祥事や大谷ネタのようにワイドショーでは特集しないみたいであります。小林製薬はあのテレビにとって大事な大事なスポンサー様々ですもんね。高齢者に顧客多いからテレビ CM に力入れてるんですよね、あの小林製薬って。広告費のためなら日本人が何人重い腎障害になろうとも知ったことではないとい うテレビ業界でしょうか。テレビの長野連中はですね、日本人の不幸が嬉しいやつばっかだもんね。ばっかだもんね。モスクワコンサートホール銃乱射事件で死者が152人に到達。プーチン己ウクライナ目、ISIS 我々がやった。はい、これ犯人の一人が撮った映像ね。動画公開1分半、 CNN 動画は現場のものと確認した。ISIS と敵対しているシリアのアサド政権はですね、ロシアが支援しているのが原因みたいであります。2週間前にですね、アメリカ政府がロシアにテロが起きるぞって注意したんですけど、ロシアは信じなかったなんて。アメリカは ISIS の動向をある程度掴んでるんでしょうね。ロシアには教えねえけどね。それでですね、あのプーチンが、ああ、わかったわかった、ウクライナ人がやったんじゃないけれども、ISIS を操ってウクライナがやらしたんだっていう往生際が悪い、みっともないこと言ってるみたいであります。ロシア政府テロ実行犯6人中2人を射殺、4人を逮捕と発表。全員元衛星国のタジキスタン人だったとのことであります。中東情勢複雑回帰ですね。日本はあの川口の不良クルド人で手いっぱいだから、あの手突っ込むね、やけどしそうですね。なんかあの摩訶不思議、何あのタジキスタン人。イスラム教徒はイスラム教徒なんでしょうね、多分。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。メール登院にもなってください。動画説明欄もっと見るをクリックしますと、その辺のことはあのババッと出てきますんで、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。